新州高等美術館は、長野県伊那市高等町にある美術館。1992年に高等町立の美術館として開館した。2006年には高等町、旧伊那市、長谷村が合併して新伊那市となり、現在の事業主体は伊那市。高等城市公園の南側に位置し、小比岩桜が開花する春の入館者が多い。展示室は2室からなる。 1> 第1展示室は、原田正夫が収集した作品であり、木内勝、福沢一郎、平串伝中、土方久勝、熊谷森和などの作品を展示している。第2展示室は、高藤ゆかりの作家の作品であり、中村不説、池上周保、江崎康平などの作品を展示している。常設展の他に、年3から4回の頻度で企画展。 特別展などを開催している。平山育夫の特別展は毎年恒例である。ミュージアムショップでは展覧会目録、ポストカード、キーホルダーなどを販売している。屋外庭園に設置されている彫刻作品美術館の敷地にはかつて報道員閣があった。周囲の自然環境に合わせて掘り下げた地盤に建物がある。建物は鉄筋二階建てであり、 延べ床面積は約1300平方メートル。建物の設計は長野市立博物館や松本市美術館も手掛けた宮本忠長建築設計事務所。第8回イラカ賞銀賞、第6回公共建築賞優秀賞を受賞している。総事業費は6億5000万円。美術館入り口近くの壁面と歩道部分には陶芸家の間和明が制作した当班が、 敷き詰められている。屋外庭園には芝生が張られており、屋外コンサートを開くことも可能である。壁面は打ち放し、コンクリート、屋根は北側半分が瓦屋根、南側半分が同位たブキであり、建物は地形に沿ってこう描いている。曲線を描く瓦屋根は全国瓦屋根コンクールで銀賞を受賞している。ロビーは広い吹き抜けを持ち、 床から天井までがガラス張りとなっている。このロビーからは高東湖や三部川に架か,かる白山橋が一望できる。ロビーではコンサートができるように設計されており、これは初代東京音楽学校校長の伊沢修二の意志を受け継いだものだとされることもある。館内には二つの展示室、ロビー、喫茶コーナー、二つの収蔵庫、学芸資料室、研修室などがある。 2階の研修室には90インチの大型ハイビジョンが設置されており、ビデオによって美術品の鑑賞ができる。学芸資料室では美術史屋の谷真一の研究資料を閲覧できる。美術館の建設を提唱していた伊沢修二明治時代には高島出身の伊沢修二が公園に美術館の建設を提唱したが、この時には開館は実現しなかった。 私の作品とそして生涯かけて集め、こよなく愛したコレクションのすべてを高藤町に譲ります。高藤町の皆々様私の愛した作品をくれぐれもよろしく、原田正夫がスケッチブックに残した言葉紙稲軍、高藤町出身の画家である原田正夫は生涯独身だった。原田は美術品の収集家でもあり、付き合いのあった。 芸術家から作品を購入することが多かったことから必然的に原田が生きた近現代の作品が中心となった。原田は生前から美術館の開館を夢見ていたが、その夢は生前にはかなわなかった。死後の1988年には遺族から高藤町に原田コレクションが寄贈され、高藤町は美術館の建設を具体化。原田コレクションをもとにして、 1992年10月1日に、新州高藤美術館が開館した。伊沢修司が、東京音楽学校校長を務めたことが縁で、東京芸術大学学長の平山郁夫が、新州高藤美術館の名誉館長に就任している。隣接する高藤城市公園に作、小悲願桜開館時には、池上修保が、昭和天皇ご成婚の際に描いた屏風の下絵が、 展示された。1993年1月23日には2回、研修室のハイビジョン設備を用いて、前年9月に、松本市で開催された斎藤記念フェスティバル、松本でのコンサート映像を放送した。1993年9月から10月には、開館1周年を記念して、平山育夫の特別展、人類文明の発祥の地メソポタミアを育を、開催した。 1997年には、池上修生の長男から写生帳、下絵、素描など28点を寄贈され、美術館はこれを常設展示に組み入れた。2000年10月には、平山エ夫が1975年に制作した大仏海岸区用傷の複製投版画がホールの壁面に設置された。投版画の制作費は2300万円。平山育夫は、 高島町の名誉町民であり、その作品展は何度も開催されていたが、新宿高島美術館が所蔵する作品は、当版画の設置まで1点のみだった。2001年には、高島町と東京都新宿区の友好提携へ15周年を記念して、高島町長の伊藤義人と新宿区長の小野田隆が美術館の庭に、小比願桜2本を植樹した。 2002年7月には、開館10周年を記念して、平山育夫の特別展、コークリ根を描く、平山育夫展を開催した。2002年には他に、張り替え摩擦具展、同様、消化コンサート、川畑上道バイオリンコンサートなどを開催している。2005年4月27日には、開館から12年7ヶ月で入館者数が40万人に達した。 2007年5月27日には入館者数が45万人に達し、2010年には入館者数が50万人を超えた。池上修正の生誕140年、没後70年を記念して、2015年2月から3月には池上修正の作品展を開催した。11月28日には美術館のホールなどで稲市内のカップルによる結婚式が行われた。 2006年には、高藤町、旧稲市、長谷村が合併して新稲市となり、美術館の運営が稲市に引き継がれた。2016年4月には新稲市と新宿区の有効提携10周年を記念して、稲市町の白鳥隆と新宿区町の吉住、健一が美術館の庭に小悲願桜の苗木を植樹した。同年4月12日には入館者数が60万人に、 達した。中村不施の生誕150年を記念して、同年9月から10月には、生誕150年中村不施展を開催。不施が開館させた東京都台東区の台東区立、書道博物館の所蔵品などを展示した。青少年期を公園で過ごした中村不施高藤町出身の日本画家に池上修保がおり、修世の家族から寄贈を受けた楽観院。 スケッチ、下絵など、約3000点を所蔵している。東京出身の中村不説は、青少年期を高藤町など稲谷で過ごしており、高藤町に寄贈された第8回文展出品作、弁は白を抱いて泣くを所蔵している。高藤町出身の日本画家である江崎光平は、前田清村などに支持しており、高藤町に寄贈された第6回日展出品作、薬師を所蔵している。 その他には、高藤町に愛着があった、中村卓司、中村の弟子である、川上和美、上稲郡辰,辰の町出身の中川紀元、ゆかりのある、平山育夫などの作品を所蔵している。中村不施、池上周保、江崎康平以外の稲市出身の芸術家としては、小坂柴田などがいる。平山育夫、中川紀元、中村卓司、平松譲る、 辻村八五郎、田中春也、松村外次郎、川上和美、北川香織、三輪進668点の原田コレクションの中で、最も作品数が多いのは、木内勝であり、福沢一郎、深沢四郎、ゲルトクナッパー、肘方久勝、張り替正次、熊谷森一、小泉清林武史、平串伝中、斉藤清中川和正、野間氏ね。 山本豊氏、小島善三郎、昼田二郎、前田清村、辻新道、川島林一郎、アリスティド・マイオールと続いている。作品の他に、原田と交友のあった、平串伝中、熊谷森一、斉藤清中川和正などからの手紙も保管している。ありがとうございます。